霧島そんなこと言うてた。12歳の時、吉野ちゃんに会うために大阪行ったって。会われへんかったとは言ってたけど。わざわざ何の用で？そうやな、吉野ちゃんのことその時から好きやったとか。私のことクソわがままな。 Oh, you spilling the beans on why he actually like him. Oh, damn. Now has cover blown. もし私が霧島のこと好きになっても、あの男その瞬間に私に興味なくなるやろ。好かれてるっていうより執着されてるって感じする。でもそこ指摘して変に取り繕われたりしたら、余計本心わからへんようになるね。素直な頭おかしいままでおってくれた方がむしろ許しやすいような気がする。あらまあ、どうしてはるわ。初めて告白された人が、よしさとファキー actually likes you っていうのが難儀やわ。別に私のせいじゃないからな。吉野ちゃん、桐島くんの昔の彼女の話とか聞いたことないの？え？遊び回ってるとは思うけど、正直食べ物の話かニュースの時事ネタの話しかせえへんから全然わからん。いや、付き合うの通り越して隠居してる夫婦よ、それじゃあ。大阪帰るにしても、東京残るにしても、執着されてるだけなんか、ほんまに好かれてるんか、ちゃんと見極めた方がいいかもね。もし前者やったら、大阪帰っても厄介なことになりそうやから。Summer vacation, okay. What are they gonna do for the summer? その時の案内どうしようかって話。来校者裁くのって風紀委員の仕事なんだよ。俺風紀委員だから。風紀委員？うん。何の冗談、あんた風紀乱しまくってるじゃない。俺法律は守らないけど基本法則は守ってるよ。普通の学生は校則守らなくても法律は守ってんのよ。正直、てっきり告白でもされてるのかと思ったわ。それはないよ。1年の時何回か会ったけど、ずっと断ってたら断る人なんだって思われて。そういうのなくなったから。あんた、男友達いなそう。え？なんで？もし私が男だったら腹立つから。俺は吉野がいれば十分だよ。え？私ってあんたの男友達枠なの？ああ、そうかも。俺、吉野が初めてできた友達だからな。My first friend。ビジネタの話しかしてないのに。そんな話、吉野としかしないよ。女の子って放っておいても喋ってくれるから、食べ物とジジネタで会話が成り立つのは吉野だけだよ。Right。That's the foundation of actual relationship。結婚してくれって言ってることになるけど。ああ、本当だ。そうなるね。これはもしかして。執着とか好かれてるとか以前に恋愛対象として見られているわけではないのでは。昔の彼女がどうとか、同じ土俵にすら立っていないとなると、今まで I know she's freaking out right now, but more like I don't know. Maybe just me and how my wife's relationship is, but that is my best fucking friend upstairs, dude. Like that is my best.Fucking friend, dude. Like, I talk to her about everything. Literally everything. Like, there's no secrets held between us, bro. Like, I pillow talk to her. When I see something crazy on Twitter, I call her first before I call my friends. Like, that's my best fucking friend at the end of the day. And she's my wife. Like, there could be in a world where you have both things happening at once. You know what I mean? Like, you could be friends.And romantically into someone, you know what I mean? Like, it can happen. I know it's hard to read him. That's just my two cents. Like, you can be a friend, a best friend with your partner. Now, he could have ulterior motives, but if he's thinking her like you're my only friend, like, he really does fuck with you.親の仕事でアメリカ行くっつって引退したけど、去年聖徳大のミスコン優勝した子、み
BS で学生キャスターもやってたよね。すげえかわいい。Bro, why do all the women in are not all women, but certain characters have just interesting eye designs. 喋ってたら遅くなっちゃった。ありがとう。ナオのこと話したら紹介してって言われた。 Cause her eyes are normal. 挨拶した方がいい。 But her eyes are just totally different. That's some Oshinoko shit. 芸能界に戻るんだし。芸能界ってただの会社員だよ。キー局の女子アナは会社員じゃないでしょ。ほぼ芸能人だよね。あれ、モズくんじゃない？ナオちゃんの元彼でしょ？なんで別れたの？かっこいいのに。私がミスコンでるって言ったら、そんなガツガツした女だって思わなかったって言われちゃって。Yeah, her eyes are just weird as fuck. Like, why are they drawn like that? Has to be a reason. Because certain women have it, other women don't. And dudes. どうしてもって言われて出ただけなんだけどな。嘘ばっか。みんな私のこと、あざとい女って陰で言ってるの知ってる。あざとくて何が悪いの？人に好かれる努力を人よりしてるだけ。結局この中で一番成功してるのは私じゃない。でもナオちゃん、天然っぽいとこあるから心配だよ。危ない人についてっちゃダメだからね。案外やばい男にはまっちゃったりして。あ、ほら、あそこにいる人とか。霧島くんじゃない？久しぶりに見たんだけど。Oh. あの人、なんか変な噂あって。Don't tell me she goes after him. Okay, I don't like her eyes in that frame. She looks real ugly with them eyes. その子が飛んじゃう前、桐島くんと一緒にいるのを友達が見かけたらしくて。へえ、まあよくある話だけど、確かに桐島くんってたまに話すだけでよく知らないもん。久しぶりだね。あ、久しぶり。ちょうど桐島くん最近見なかったねって話してたんだよね。本当？俺はよく見かけるけど。知らないんだ。ナオって確か港葉山小学校だったよね。今暴力沙汰ですごいことになってるらしいよ。しかもそれもみ消したんだって。やばくない？ナオ、桐島くん知ってる？紹介してあげようか。私さ、君のこと昔から知ってるかも。君、ヤクザの孫なんでしょ？夏休みで日本に帰ってきてた短い間しか付き合ってないけど。おお。毎日会ってやることやってたし、やばい男だって分かってたのに。おお、わあ。久しぶり。久しぶり。おお、わあ。They got fucking history。いいんだよ。俺も初対面のふりしちゃったし、もう3年も前のことだしね。大丈夫、誰にも言わないよ。ごめんね、なんか気使わせちゃって。ナオちゃん、雰囲気変わったね。え？昔は言いたいこと結構言うイメージだったから。ああ、そうかも。向こうにいるときは自己主張しないといけなかったけど、日本だとちょっと浮いちゃうんだよね。あんまり周りに合わせて頑張りすぎちゃダメだよ。うん、そうだね、ありがとう。そうだ、待って、渡したいものあって。これさっき誰かからもらった名刺で悪いんだけど、裏に俺の連絡先書いたから、何かあったら連絡して。ニガー。 Yo, yo, girl though! 人脈やば。霧島帰ってきたのかな。うん、何にも見えない。っていうか、吉野ちゃん、桐島くんの彼女とかの前に普段外で何してるんかとか気にならへん？ You don't know how he spends his fucking time. もしもし。ああ、桐島、帰ってきたのかと思って。うん、そうだけど、どうかした？ああ、この間ボンに一緒に大阪行くってことになったでしょ。でも帰省ラッシュを考えると、8月7日か8日あたりでチケット取ろうかなって。もし予定あったら後から来てくれてもいいんだけど、都合悪い？いや、そうじゃないんだけど、もしできたら出発は7月中にずらせないかな。構わないけど、予定あるならちょっとだけうちに顔出してすぐ帰るとかでもいいのよ。まさかそんなことしないよ。楽しみにしてる。 He going over there for her. 大阪行きたいな。
いろいろ連れ回して。いや全然大丈夫、吉野が楽しそうだと俺も楽しいし、それに吉野が笑ってる顔俺久しぶりに見たよ。え？怒ってる顔も可愛いけど、やっぱり笑ってる顔が一番可愛いね。あー、そういう恥ずかしいことをいいけしゃしゃと。あ、すみません運転手さん。ちょっとあんた、こんなとこで何やってんのよ。 Oh shit。 何って、たこ焼き食ってる。こんな暑い中、湯を外でたこ焼きなんか。いや、そうじゃなくて、あんた大学は？今日はもう授業終わった。嘘つけ。まあ、吉野さん迎えに来たんです。帰ってきたら、どうせここに昼飯買いに来るやろと思って。あんた、ようわかったな、何も言ってないのに。吉野、タクシーどうする？どうも。どうも。そういえば、絡まれても喧嘩すんなって言ったけど、霧島に絡む確率一番高い男めっちゃ近くにおったんや。ちょ、霧島、荷物全部下ろして、タクシー代私が払うから。店の前で灰落としなや。いや、自分の店で何やろうがうちの勝手や。ああ、おばちゃん、久しぶり。いや、吉野ちゃん、あんた元気しとった？あれ、ちょっと待って、誰よその男前、彼氏？え？いや、違う。いや、ほんまや、スタイルええな。That's... ハイユみたいやな。What are y'all to each other then?Like, I know it was an arranged marriage, but what? Just a friend who's a boy? A classmate? Well, yeah, you don't want to tell everyone when you, you know, the Yakuza business, so that also makes sense. それになんぼ金持ってても、こんなおばちゃん若い子の方が願い先やで。そんなことないですよ、こんな綺麗な人たちに養ってもらえるなら喜んで。余裕は、いや聞いたよ。あの男と違うわ。ちょま、あんたも顔はええんやから、こんなくらい愛想よう言えなあかんで。久しぶりにええ男見たわ。お兄ちゃん、これおばちゃんからお小遣い、ジュースでも買うて。 Oh lord。 あんた顔いいだけで金もらったな。 You gotta pay for being handsome。 もうせっかくやからもらっとき、それでキャベツ焼き 2,3 枚買えるで。あー疲れた。荷物適当に置いてベッドにでも座ってて。とりあえずはここか客まで食事しましょう。おじいちゃんが帰ってきたら毎晩宴会みたいなことになって、嫌でも大勢で食事することになるし、夜はどうしようかな。座れば。なんかおかしいこの部屋。うん、すごくいい部屋だね。そう、めちゃくちゃ普通だと思うけど。これ手作り？なあ、それ小学校の時にハマっていろいろ作ったのよね。下手だけど。かわいい、ね。結構しっかりしてるし。欲しいならあげる。まあいらないか、そんなボロいの。もらってもいい。No, he gonna keep it forever. 別にいいけど。ありがとう。Yeah. He does. Okay, he does like you. Every time I'm doubt keeps up, he shows me he really fucks with you.ごめん、ちょっと下行ってくるから。おー、久しぶりに串カツ食べた。美味しかったけど、創作串カツって何よ。うまかったから俺は別に。あんたは腹に溜まったら何でもええんやろ。また行けますね。お前のいいどないなっとんねん。キリシマどう？美味しかった？うん、もちろん。あ、ほんと？ならよかった。 What is she doing right now? He's being so weird. Oh, trying to placate both of them. I get it. 俺、この近くでホテル取ってるから、また明日の朝家まで行くよ。は？ホテルなんか取ったの？うちで寝ればいいのに。
いや、さすがにそういうわけにはいかないからさ。でも、カバンうちにあるし。必要なものは先に東京から送ってあるんだ。じゃあ俺行くんで、吉野のことよろしくお願いします。吉野、また明日。あ、うん、また明日。 Where is he going? いつもあんな感じなんですか？え、あ、まあ、だいたいあんな感じかな。何よ。話しがいやな。話しがい？何やってんかだけでも見といた方がいいですよ。ああいうやつ、何しでかすかわからん。何の話よ。吉野さん、あいつに振り回されてる割に不用心っていうか無関心でしょう。別に向こうが自分のこと話さへんから聞かんだけで、それ無関心って言われてもな。まあそうっすね。よく考えたらどうでもいいですわ。な、あんたどさくさに紛れて何買うてんのよ。それ買うんやったらこっち戻してきて。椿にも似たようなこと言われたな。やるだけやってみるか。The guy don't really talk. Oh. ヤクザじゃないから。桐島君、なんで大阪に来たの？なおに会いに来たんだよ。もうそういうのいいから。いや、本当本当。なおはどうして俺に会ってくれたの？何かあった？別に何もないけど、なんとなくかな。明日も大阪にいるの？当分いるよ。明日は京都の近くまで行くと思う。彼女とデート？彼女なんていないよ。でも好きな人ならいるかも。霧島君って本当さくさい。This nigga. This nigga. Oh, not you going stupid to his phone.Kirishima! Kirishima! What are we doing?